今年何回目のこの BGM でしょうかえー、ということで、えー、はいどうも、ゾゾマリン薬用神系 YouTuber、ケン。 えー、新規オリックスファン YouTuber、大チャンネル大モデルです。いやいや、もうめちゃくちゃや。めちゃくちゃなチャンネル名になってるの誰が検索すんねん、そんな複雑なチャンネル名多分検索かかんないぞ、これ。えー、ということで、昨日ね、5時間を超える、えー、日本シリーズ第2戦行われましたけれども、えー、一夜明けて、私大チャンネル、非常にショックを受けております。あの、ただでさえさ、自分の推しチームの千葉ロッテマリーンズっていうチームが、今年ね、5位っていう結果に終わって、チームは5位でも、 なんか自分のね、感染成績だったりとかは、あの、ちょっとよくしていこうっていうふうに思っていたら、まあ普通に現地感染もひどい。えー、そしてサークルチェンジもひどい。そして、えー、生配信もひどいと。 いう感じで。あ、もう全部ひどかったみたいなサムネでね、あの動画一本上げさせてもらったんですけれども。まあやっぱりね、その僕がサークルチェンジに行ったりだとか、その現地に行ったりっていうのはまあ、モレルさんともコラボする機会が今年結構多かったですから、オリックス戦がやっぱ一番多い、多かったと思うんですよ。はい、見に行ったりとか、現地観戦行ったりとかは。もう、はっきり言って慣れましたね、もう。負けるのは。 まあ、ロッテではありますが、まあ、負けまくってなれましたと、うん、言った感じで、この日本シリーズはね、全力でオリックスを応援していきますと、いうふうにね、僕も覚悟が決まりまして、はい、同じパリーグっていうこともあり、えそして迎えた、え、日本シリーズ、まず第一戦から振り返りましょう。え、第一戦は10月22日、え、私、大チャンネルが、え、サークルチェンジに活かしていただいた日です。 はい。まあ、その前にもね、本当は、その翌日にね、あの、一緒に神宮球場にモレルさんと行く予定だったんですけれども、えー、僕はちょっとね、あの、振られてしまいまして、もう一回チャンスをください、という感じで僕はサークルチェンジを予約しまして、あの、そこで勝ったら、あの、やり直せなくても、 気持ち的にはやっぱトントンになるじゃないですか。やっぱり。あの、モレルさんから振っちゃってごめんね、みたいな感じになるかもしれないし。でももうやり直せないんだ、みたいな感じになるかもしれないし。もしかしたら、やっぱり一緒に神宮行こうぜ、みたいな感じになるかもしれないと。はい。そうなるためにはまず勝つことが大事だというところでね。えー、しかも、オリックスにはね、山本由伸という一つアドバンテージがありました。 はい、もう勝ち格です。はい。しかも、も僕は応援しているチームが、あの、負けると、あの、B モレルさんは言われていましたが、逆に言うと、モレルさんは僕と一緒にいたらオリックス勝つんですよ。はい。そういう風に捉えれば、もうオリックス勝つことができる。はい。結果が、5対3で負けです。そっち行っちゃったか。 ま、あ全国のオリックスファンの方はね、この先発が山本由伸投手っていうこともありまして、もう勝てることは計算していましたよね、もちろん。うん、で、あのー、負けたのは僕のせいなんですかね。改めて聞きます僕のせいですかはい。 あの、僕は今シーズンロッテ戦ばっかりあのサークルチェンジ行ってきましたけれども、その時ね、ほとんどオリックス勝ってまして、はい。これはやっぱりあのロッテに嫌われてるんだなーっていうふうにね、まあ、僕もそれは承知できたんですけども、こう、オリックス応援したらオリックス負けちゃうんかい。俺の影響力すげえな逆にこれ。えまさかの吉ブさんで負けとえいう感じで、あ、負け負け負けまだ振られるヤンキー また振られるやんまた俺モレルさんに一段階嫌われたよ あ、もう、一緒に動画撮れなくなんじゃねえか、これ。もう多分、モレルさんとかも、吉信さんで勝つっていうことはもう大前提に入れてたと思うんですよ。うん。あ、でも俺が来るから分からないなっていう感じで、はい。ぶち切れられましたね。えー、そして、迎えたね、えー、その翌日、つい昨日ですね、5時間ゲーム。モレルさんとギータさんは現地へ。はい。そして僕は生配信で、えー、オリックスを応援しておりました。えー、薬病神の大チャンネル、そして薬病神の B モレル。えー、そして、まあ、ギータさんホークスファンなんで、ホークスの 今年の現地観戦成績、4勝0敗。はい。負けてません、ギータさん。え、それプラス、その、ギータさんが見に行った試合、全試合で、え、推しのね、柳田勇樹がホームラン打つっていう。なんて愛されてるんだと。はい。羨ましいと思いまして。え、そのね、勝利の大神のギータさんがいますんで、まあ、これはもう全くフラットな状態。どっちに優勢とかもなく、もう0-0の状態だったんで、まあ、昨日はね、どっちが勝つかわからないといったところでですね、あのー、まさかの引き分け 引き分けです。まあ僕はこの5時間も戦って、まあこれプロの仕事だからそうなのかもしれないですけれども、あの誰一人集中切らさないんですよね。僕はね、もう昨日の試合はどっちも勝ちでいいと思うんだよ。ヤクルト2勝でオリックス1勝にしてあげようよっていう。そんなことありえないんだけど、そう思った。で、問題はあの方の言葉なんです。 試合展開をね、振り返っていきますと、まあ、3回にオリックスが、ピッチャーの山崎幸也選手と、え、胸選手のタイムリー、2本のタイムリーでえ、一気に2点を先制しまして、で、5回にもラオウのタイムリー内安打で3対0と、はい、もう勝ったなと、正直。先ほど朝に上がりましたね、モレルさんの動画の方でも、もう勝ったっしょ、みたいな雰囲気が、あの、漂っていましたよね。オリックスのリリーフ陣の方も、8回まで0を並べていきますと、はい、もう勝ったっしょと。 2回目これねはいそして9回の裏先頭宮本選手にツーベースヒットその後塩見選手フォアボール今度選手の代打内山颯真忘れてるかもしれないですけどこの選手一応セ・リーグのやめろってオールスターズに入ってるんですよしかし相手はオリックスはい同点スリーランホームラン内内内内内内内チウチウチウちょっと待て あの、やめろってオールスターズには入れさせていただきました。あの、もしかしたらこれ、モレルさんの天敵オールスターズ入るでしょこれ絶対。あの、セリーグだけども。ロッテはわかるよ。ロッテは。だって、試合を決定づける走者一掃のタイムリーだったりとかさ、そういうのがあったから、やめろってオールスターズはわかるよ。でも俺今、オリックスを応援してるわけ。うん。 で、また、俺が生配信とかやってる時に、こうやって打ってくるの？あの、これも、俺に恨みがあるとしか思えない。内山選手、マジ、うん、完璧。えーと。そして、延長戦突入していきまして、オリックスの方も結構チャンスを作ってたんですけれども、えー、なかなか得点を取ることができずに、えー、結果、えー、ヒット数で言うと、オリックス十三本、ヤクルト十二本。はい、結構両チーム、えー、残塁をしていきまして、十三安打、三得点と十二安打、三得点。はい、引き分けです。 本当にフラットになってるやん。さっきの話覚えてますか薬病神大チャンネル、薬病神ビーモレル、そして勝利の神のギータさんがいる。これで全部トントンになりますよって。試合結果までトントンになっちゃってるよ、これ。そして、まあ、ビーモレルさんがね、どんな反応してるのかと思いまして、あの、昨日ね、あの、ビーモレルさんがね、あの、生配信の方にコメントしていただきました。はい。その B モデルさんの言葉が、お前がオリックスを応援するから同点やないか。 でした。あったあったじゃー。モレルさん、怖いよ。いつもの優しさと違うよ。あ、なんもないです。すみません。 はい。えー、という感じで、まあ、昨日もね、まあ、オリックスは負けなかったんですけれども、まあ、ちょっと、あの、僕が、大先輩の B モデルさんに、あの、怒られましたと、と、えー、いう動画でございました。はい。えー、しかしね、日本シリーズ、あの、ヤクルトに一生あるだけですから、えー、こっからね、本拠地、京セラに帰って3連戦ありますんで、本拠地ですからね、ほんと、オリックスファン、めちゃめちゃ来ると思いますんで、 あの、どうするもしかしたら、阪神ファン来たら。うん。えー、とにかくね、もう残り試合、えー、少ないんで、一球一球、ワンプレイワンプレイがほんと、勝負の鍵握ってくるんで、ええー、そのワンプレイ、一球にこだわって、一点にこだわって、えー、この後日本シリーズ、勝っていきましょうということで、明日からの京セラ3連戦、パワロッツ、ファイキン